はい、今日もエマチャンネル見てくれてありがとうございます。いや、今日はね、またいつも恒例の週末の函館っていうことでね、まあ今日はね、2024年の2月の18日日曜日なんだけどね、日曜日の今ね、ちょうどお昼頃、お昼頃なんだけど、いや天気がいいんだよねっていうかね、最高気温が今日はプラス10度って言ってたんでね、なんか雪本当にね、まあちょっとこういう日陰のところはね残るんだけども、そうじゃないところだいたいもう溶けちゃったね、溶けちゃったねっていうか、今もう溶けてる最中っていうのかな、こんな感じでね、まあちょっと嘘みたいな、2月なのにねもう10度なんてね、びっくりだよね、函館とは思えないよね、やっぱね。で、今日はこれまた今函館、JR 函館駅前だけど、やっぱ今日も人多いね、おい、すんげえ多いな、多い、まあなんかね、わあすごいね、やっぱり人多いな。まあ、そんなでもないかな、でも人、まあ、いつもより多い感じはするけど、そんなに多い感じでもないよね、朝一ね、まあ、朝一は、まあ、午後2時頃までねやってるってこの間聞いたんでね、まあ、この辺はやってるね、この裏通りなんだよね、なんかね結構テレビでやるのね、この通りじゃなくてちょっと一本入った通りがね、テレビでよくやるとこなんだよね、まあ、一回昔行ったかな、観光で来た時にね、その時はなんか人いっぱいいた気がしたけど、いるわな、コロナ前だったからな、このホテル街のとこもね、いや、いるね、やっぱね、ね、道路なんて全然雪ないでしょ歩道もほら、日陰のとこはちょっと雪あるけどね、全然もうないよ春な感じするっていうかね、っていうか明日はなんかね15度まで上がるって言って、15度って本当ですかってね、函館だよまあ前言った静岡だったらまあわかるけどね、函館でね2月だよね、2月、まあ2月が一番寒いって言ったらね、それで15度ってなんかすごいよね、すごい、まあここもね、あれだな、まあ、ここは、いつも言ってるラビスタベイっていうねホテルの、まあ、駐車場だけど、やっぱまあそりゃお昼じゃまだいないよな、ね、チェックインは3時だからね、大概ね、みんなチェックアウトしてちょうどだから今出かけてる時間なんだろうな、お昼食べるとかね、そういう時間だよね、まあ人出てるはずだよね、だから漁協の中に食堂があるって前も言ってたけど、休みの日はやっぱやってないんだろうな、わかんないけどわかんないのかって、ごめんなさい。目の前函館山は綺麗に見えるな、今日はやっぱり天気がいいとね気持ちはいいよね、もうこの辺からいっぱい歩いてるもんね。さあ倉庫のところはどうかな、どうかな、どうでもいいけど、また行けない、なんか思ったより人いないな、もっといるかと思ったら、もっといるかと思ったら、やっぱこの辺から函館山を撮ってる人が多いね、写真はね、写真だか動画だか分かんないけど、ラッキーピエロはやっぱり多いな、人がすごいな。よし、ちょっとここじゃまた右に行ってみましょうかね、関係ないけど今日なんかねやたら喉が痛くてね、まあ熱はないからね、コロナとかインフルじゃないと思うんだけど、なんだか喉が痛くて
もう声変わってるかどうかわかんないけど、まあ変わってても変わってなくてもあんまり俺の声なんて大した声じゃないから、まあわかんないっていうかね、関係ないと思うけど、この辺も人歩いてるね。まあ今ちょうどね、本当は暖かかったり寒かったりっていうね、結構本当寒暖差も激しい時だからね、皆さん本当体に気をつけてくださいね。なんか信号ばっかと思ってんだ今日は。信号引っかかるね。信号はね、やっぱそれぞれ周期があるから大概一緒なんだけど、あれだね、なんかいつもと一緒なんだけど、今日はやたらだってやたら信号機引っかかるな。なんだろう、まあ別にいいんだけどね、慌てるあれじゃないからね、って言いながらね、今日またちょっと緑の島ってとこでね、まあ、たまには来てみようかな。また来てみたんだけどね、どんな感じかな。やっぱすごい、なんかいっぱい車止まっちゃってんじゃない、これなんでこう止まってんの、なんかやってんの、なんかわかんないけど、あれだね、あれ自衛隊の船かな、船だな、すごいな、自衛隊の船すごいよね、やっぱかっこいいよね、なんかね、かっこいい。すんごいいっぱい止まってんの。この先 P って書いてあるから、この辺は止めていいとこではないんじゃないの、わかんないけど、わあすごい、なんか船かっこいいね、ちょっと止まってみようか、何あれかっこいいね、おい、ちょっと見てみようか、ちょっと横着して車の中からだけど、なんかかっこいいよね、白いのとグレーのとなんかあるんだ、なんだかわかんないけど、かっこいいな。ほんとね、こういうところも珍しいと思うんだよね。まあ、横須賀はね、ほんと、横須賀も上から見るの感じのとこあったけど、まあ、自衛隊のかっこいいよね。俺、好きなんだよな。まあ、もともとほら、戦艦とかね。まあ、有名な戦艦ヤマトとかね、やっぱそういうの。小学校ぐらいの時からなんか図鑑買って見てたりしてね、やっぱ好きなんだよな。ちょっとなんか下向きだね今日。なんかすごい景色は、ここの景色いいな、ちょっと行ってみようか、ちょっと止めてみるかな、ちょっとカメラもちょっといまいちだな。なんか船走ってんね。っていうかこの遠目に見える山綺麗だよね、やっぱり。まあ、長野の北アルプスとまでは言わないけども、やっぱ雪あると綺麗だよな。こう海越しに見えるってのがいいよね、長野は海ないからね。すごいな、なんかこういう景色もいい感じだね、嫌いじゃないな。向こうの方はね、金森倉庫とか、まあそういうあれ、あ、もうちょっとあれな、金森倉庫よりもちょっと違う方だな。船がね見えるのあれ、マシュー丸っていう元青函連絡船で、青函連絡船の船でね。いや、今日天気いいからいいな、釣りやってる人もいるしね、え、なんかやっぱのんびりするね。ちょっとちっちゃい子がいてね、こう跳ねたり飛んだりみたいな何でもなんか遊べるような広場見たくなってるからね。まあ駐車場ダメだよ、駐車場の横がね、そういうちょっと広場見たくなってるからね。まあ、小さいお子さんがねいる方はちょっと来て遊ばして、疲れさせて早く夜寝てもらうっていうのもありかもしれないね。ね、なかなか子供も大人もそうだけど、旅行とか来てね、なかなか寝ないんだな、これがな。まあ、大人も寝れなくなっちゃう、なんか興奮してね、ね、楽しかったりするとね、寝れない、寝るのがもったいないとかね、思っちゃったりするけどね。まあそういうのはいい思い出になっていいよね。まあ俺も何回かこっちの方来た時は、まあその都度楽しかったからな。まあみんな同じようにね、楽しくしてっていうか、
楽しんで帰ってもらえればいいかなと思いますね。ここ何なんだろうな、右側なんか倉庫工場なんだろう、何やるのかよくわかんないんだけどね、わかんねえのかよってごめんなさい、わかんないですと。で、はてで、またいつもの通りここを、ここの建物渋いよね、いつ来てもね、渋い、すごい渋い。やっぱこう雪がこんだけ降るとこでも古い建物が残ってるって、なんか元々のその作りがいいんだろうね、やっぱね。だって倒れてないんだもん。で、ここを右、はい、いつもの通り旧函館区公会堂だね、目の前がね、もう電車の通りだね。うわ、ちょ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 、ここの通りすごいよね、ガタガタ。ここもいつも本当車止まってんだろうな。まあ警察はあんま仕事しないからな。なんか今日はすげえ天気いいから、またいつものところはいつものように過ごそうだな。おい、ちょっと行くのが怖いよ、ちょっと怖いぞ。まあそれでも俺は行く、うん、いや俺は行くって偉そうに言うことじゃないんだけどね。いやいやいや、ここもでもさ、5月の1日から8月の31日までの間は行けないんだもんね。それ覚えとかないとな。その間はだからここを走れないんだよ、車でね。だから走れるっていうのは結構貴重だよね、今ね、今の時期。どうして避けてくんないのかな。赤ちゃん連れて避けないで避けた方がいいと思うよ。一時停止。まあ俺が言ったってしょうがないんだけどね。そこの函館昭和のおもちゃ博物館ってなんか気になるね、右側にあるんだけどね。世界で2番目に美味しい焼きたてメロンパンアイスのお店やってない今日は。なんで日曜日なのにやってないんだ、こんなにお客さんいんのにね、もったいないね。稼ぎ時じゃないのかな。店何のお店なんだろう、雑貨みたいなお店なのかな、よくわかんないな。この左側はなんかね、クジラ汁とかって桜屋って書いてあるな。クジラ汁って書いてある。クジラ汁っていうのは飲んだことないな。どんなんなんだろう、クジラ汁。クジラの竜田揚げとかってなんか、あ、クジラベーコンを食べたことあるんだな。静岡のね、花の舞っていう喫茶店じゃないや、居酒屋でも食べれたからね。うわー、ほらすごい、見て、ほらすごい、ほらすごい、ほらすごい。あー、いやいや、なあれ何、何あの集団、いやー、あんな感じ。どうしてこうなんだろうね。車来てもどかないしね。これさ、どうしてどかないかな。もう言葉をなくすよね、あんまりひどくて。もうだいぶ慣れたけどね慣れたけどねってあれもおかしいけど、車来ててもわからないのか、
着てても関係なくどかないのかわかんないけど、それって非常に危険だよね。危険。まあいいけどね。俺のことじゃないから、人のことだからいいけどさ、俺が引かなきゃいいだけの話ね。ね。うん。まあ車からすると迷惑だよね、やっぱね。路上駐車はやめましょうってそこに電柱に書いてあるけど、いっぱいあんじゃん。すげえいっぱい止まってんじゃん。路上駐車やめましょう。どこ、誰が書いてんだろう。どこがとは書いてないけどね。まあでもここ交差点だからね。交差点30メーター以内だぜ。いや、さっきもさ、歩いてた時ね、一方通行の道路さ、逆走してくるおっさんがいたんだよ。うん。で、言ったんだよ、ここダメだよって言ったらさ、ああ、わかったわかったみたいな顔してさ、そのまま逆走してくからね。もう信じらんないよね。ああ、全然赤でも平気だな、この人。まあ、本当にさ、なんていうの、わかんないのかもしれないと思って教えたらさ、わかってやってんだよね、あれね、恋なんだよね。本当に悪いやつだと思うよ。あら、気を喜んでるね。本当にね、そういう、何、警察に捕まんなきゃいいだろうみたいなさ、俺そういうの大嫌いなんだよな、本当大嫌い。うん、そんなやつとは話もしたくないし、まあ話することないだろうけど、まあどうでもいいけど。そう、ここのね、シュークリーム屋さんがね、あるんだけどね、ここね、前も、コメントで食べて美味しかったよっていうのはね、コメントしてくれた方いたんだけども、うん、俺もね、たまたまこの間ちょっと食べる機会があってね、食べたんだよね。そうしたらね、美味しい。うん。大きくてさ、でかいんだよ。でかくてね、美味しかった。うん。ちょっとここのね、シュークリーム、ちょっとおすすめだね。やっぱさてね、食べてみないとね、わかんないよね。すごい、マイクロカーが止まってる。小さいマイクロカー。渋い。そう、なんかいろんな話して、なんでわけわかんなくなったけど。まあ、本当にね、皆さんルールは守りましょうねって。まあ俺の動画見てくれてる方、あぶね、またなんてカメラが倒れちゃった俺の動画を見てくれてる方はね、皆さんちゃんとね、そうやって守ってくれてる方だと思うんでね、うん、まあ心配はしてません絶対大丈夫だと思います。まあ交通違反もね、うっかりっていうね、うっかり、ああ分かんなかったっていうのももちろんあるんでね、それは誰にでもあることだと思うんでね、それについてギャギャ言う気がないけど、恋でさ、分かってんのにやるって、ちょっと俺は嫌だな、そういうのな。うん、まあ、どうでもいいけんね。俺が言ったとこで何がどうってわけでもないしね。まあでも、本当危ないんでね、うん。事故したらめんどくさいからね、いろいろね。うん、警察呼んで、あと、次男ね、まあ保険屋さんにお願いすればいいんだろうけど、めんどくさいよ。まああんまぐじぐじ言ってもね、面白くないんで、やめるけどね。なかなかでも、やっぱ今日は天気いいから人多いな。本当に天気いいといいよね。あ、またなんか調子悪いんだ、このカメラ。また今倒れてきちゃって、本当にダメだね。まあいいけどね、これも。あ、人多い。うん。まあね、雪ほんと降んなくて、ありがたいんだけどね。まあだからといってね、あんまり速度違反したりね、車間距離を詰めたりね、するのやめましょう。ね、ということで、またね、今日はこれで終わりにしたいと思います。はい。で、今日はこれでおしまい。あ、チャンネル登録お願いします。それじゃ、また。いやー。本当に天気が良くていいよね。こういう日がこのまま春になってくれればいいんだけどな。